お願いします。大和証券 M リーグ2019開催7日目第1試合東杯の開始です。まずは席順のご紹介です。チーチャに鈴木太郎、ナンチャ勝又健二、シャーチャ水原明菜、ペーチャ松本義弘の並び、トンの一曲ドラはシャーです。さあ、太郎の第1打は、イーマンからということとなりました。こちらが勝又にはチュンが統一、ピンズがいい形、そして絶好調の水原にはマンズで一メンツです。ペーチャ松本には赤牌が2枚。さあ、須田さん、はい、まずは4名のハイパイご覧になっていかがでしょうか。まあ、なんか統一に寄っている人が2人、はい、そうじゃない人が2人っていう、どちらがね、うん、どちらに軍配が上がるか非常に興味深いですね、最初。なるほど、はい、さあ 4統一ですね。そうですね、こちら松本はどちらかというとその横伸びの方、はい、ということになりますね。さあ太郎は9万を打っていく、こちらも形は悪くないぞ。勝又はこれは統一系の手という見方でよろしいでしょうか。そうですね、やっぱりイーペイコーの形が現れてるんで、統一手になりやすいですよね。さあ松本ピンズが両冠となります。メンツ手と旬ツ手がぶつかったときはどっちが有利なんですか。難しいこと言いますね。いや、もう今日は勉強するつもりできてますので今まさにそういう構図になりつつあります。統一手が、ね、有利なんですけどね、はいはい、あ、これは水原チートイツのまず一射、決め、あ、これは思い切った一打、初で様子見なかったですよね。そうですね、これ初は上がり牌として準備してるってことですね、リーチをかけて場に一枚切れの初を狙っていこうという水原、怖い人ですね。恐ろしいですね、まさに海賊、女海賊、怖い一打を打っていったぞ。シャーチャの水原、この風貌からは考えられないようなローマン斬り。こんな海賊なら出会ってみたいですね。そうですね、はい、やられてしまうのもしょうがない。ああ、来ましたよ、赤さんだ。松本らしい感じの手になってますね。これは逆襲に燃える松本に赤牌が3枚、来たぞ勝又にも来た。これでいいシャンテン、目いっぱいのトーン打ち。まあ、ポンはしないでしょうね、チュンね。面前でいけばかなりの高打点見えますからね、さあ、いやー、来た、気持ちよくリーチに踏み込む松本の先制リーチは赤が3枚のサブローソー。急所ばっかり引きましたね。本当ですね、スカスカと赤ウーピンをカンチャンで引いた後、リーチの入り目はカンスーマン、これを引き入れた松本。戦えそう、んと水原は一旦キューピンがあんこになります。このリーチ、うわ、一発そうだ燃えている、うわ、裏のドラも一枚乗せてきた、燃えているぞ松本、真っ赤な太陽のような赤灰3枚、リーチ一発つも赤さん裏、30006000のオープニングヒットを決めてきましたよ。土田さん、これいかがですか。気持ちいいですね、気持ちが良すぎる。松本もやっぱりね、今日はね、はい、なんとしても、トップ最悪2番手で終わりたいと、はい、そうですね、いうところでしょうから、ほっとして、来ちゃった。勝又、これは後輩パイ来ましたね、一色一直線ですね、マンズですね、はい。